です。マリオワンダーパート3やっていきたいと思います。前回ここのお城をクリアしたとこですよね。で、この先はフラワー王国の中心、フラワー諸島ですよと。さあ、クッパ追いかけましょう。わかりました。フラワー諸島行こうか、ほんなら。土管6平原からフラワー諸島、右に位置するところですね。すげえ。なんか氷みたいな感じやな。でも氷では何人かな。海行こうと。クッパはこっちに来たはずですが、あれはどこどこ、うわ、おった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 、おお、このクモパックンがあれば誰も近づけはしまい。さあ、どんどん集まれ、ワンダーパワー。この力で超ビッグなワンダーを起こし、世界を我が輩のものにするのだ。おお、なんて恐ろしいこと。一体どうすればどうすればいいんやろね。さあ、どうだ、おお、や、これはどうなんの？あ、なんか、停止したな。あ、一つ倒したな。ワンダーシードで、え、クモバッグが吸い取られたらと、バカな、一体何をした？もう一回やったらいいやん、じゃあ、それ。何回もやってくれ。今のは、グランドシードの力。なるほど、それならば。どうかお願いし、グランドシード一緒に探してください。グランドシードはフラワー王国を守ってくれる特別な宝物。その力でクモパックを取り除きましょう。取り除けばクッパを取り除けるはずです。わかりました。ありがとうございます。モックモック鉱山目指す。わかりました。さあ行きましょうか。フラワー諸島はフラワー王国のど真ん中に値しますよと。王国の各地をぐるりと繋ぐ海の道ということでね。北に住むとモックモック鉱山ですよと。わかりました。はい。ほんならここから渡っていこうか。釣り好きのモブリンの家行こうか。さあ、釣り好きのモブリンの家来ましたが、クッパのせいで魚が逃げちゃって釣れませんよと。かわいそうにそんなにしとれてしまって。でも私たちがクッパをなんとかすればきっと魚が戻ってきますよ。本当ですか？そんな簡単に元気になるのかい。ほんでワンダシードどうぞ。やってどうぞ。お、ありがとう、なおちゃん。お、来た。なにこれ、ユーゲットワンダーシード。オレンジやね。オレンジのシードゲットします。あ、これでクリアか。そうしましたら、ここ上行ったら選べるね。じゃあまずここ行こっか。ドルフィンキックレベル1、バッチチャレンジやってさ。バッチチャレンジ。ドルフィンキック、水中で R を押すと少しの間速く泳ぐ。コントローラー振って操作することもできる。あ、こういうこと。キノコ欲しい、キノコ欲しい。すげえ、ブロック勝ち割れんねや。なんか喋るかな。あ、今さあ行ってみようだけ喋んねや。赤いフラワーやね。なんで開かないのね。息が苦しいんかな。危なっ。挟まらへんのかい。全然挟まらへんやん。あれ、この辺から挟まる要素ありそうやな。すごいな、これ。あ、ほんまにコントローラー振ってもいけるわ。今プロコン振ってみたけど、挟まるな、この辺。挟まらへんのかい。なんでやねん。挟まれないとコースちゃうやろ。挟まる、危ないっていうのがコースなんちゃうの。まあ練習みたいなもんやからいいんか、これで。すごいな、水中でこのドルフィンキックでほらできるって。すごい世界観やな、マリオ。マリオワンダーやばいな。神ゲーすぎやろ。おー、いった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 。なんか背景も綺麗やね。楽しいよな、やっぱこうワクワクする。あ、なんかやってる。おーい、おっちゃん喋ってくれ。なんかなんか喋って、何やって喋ったわ。よしよし、あと10コインに2つあんのかな。あ、なんかあるやん。ぜーぜー、ふう、なにこれ、締め切り、締め切りいうことか。あ、これでゴールか。もっと早かったらいいってこと。タイムが遅かった説あるな。ナイスイミング、ありがとうな。ゴールインです。そうしましたら次はここ行こうか。ヒアウィゴーですね。でーんと飛び出るバイデンの縄張りですね。さあ行きましょうか。はーい、調子はどう、調子はどう。なんだ、うん、取れた。あ、あ、待って、フラワー補充するけど、俺こっちの方がいいかも。こっちのゾウさんの方がパンチで飛ばせるし。行こうぜー。あ、ドカン入ったか。俺今ドルフィンキックのバッジつけてるからさ、これドルフィンキックできるからね。パンチ、うわー、生ぐらいしちゃったよ。どっかドカン入れるとかかな。あ、切り替えとかある。何これ。あ、なんか切り替えモードみたいなのあんねや。あ、なんか道開けてくれたよ、ありがとうな。ほい、オッケー。うわー、エクセレントやけど、ちょっと危ないな。一旦ファイヤー使おうか。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ファイヤー一旦使っ
で、これドルフィンキックいくわ。水中エリアはやっぱこのドルフィンキックバッジよな。あ、この上怪しいな。あの上の中のどこか入れるでしょ、絶対。じゃないと飛行しちゃうわ。うわー、ちょっと泳いで頑張って。入れた入れた、やっぱ入れたわ。さあ、10コインか。ほい、ありがとうございます。で、あ、なんか喋りそう。磯の香りがする。磯の香りがすんねや。で、土管入ると、こっち戻ってきますが、ちょっと危ないよな、HP が。ゲームオーバーなりそう。プップカプカしているの。こんな感じで、そうなんや。はい、危ないわ。どっかにね、ワンダーシードのあれがあるはずやから。ワンダースターのようなもの。これなんなんやろな。倒したらなんかなるとか。ドルフィンキックで行こうか。どっかに要素がある。あ、こことかもドルフィンキックで割れるもんな。特に何もなしやね。第3中間行こうか。第2中間行くんですか。あ、来た。ワンダー、何これ。ワンダーファイヤー。うわ、何や。食らったで。ルール説明してほしい。ルールはルール下か。すげえ。こっちなんや。あ、なんかある。これ何。あ、5つ集めんの。すごっ。あの上のやつも取りたいねんけど、どうやって取れんねやろ。あ、食らったぞ。あ、そういうことか。あー、ミスや。何がミスじゃ。さあ、もう一回いきましょうか。スタート。危ない。ミスするとこやったわ。あー、ギャーやって。お花のおっちゃん大丈夫か。これ難しいな。これちょうちゃんこに当たらないようにしなあかんから。すげえ、なんかおまんじゅう言うんですかね。そんなお魚やんな。どこか入るとかなさそう。どこ行く。上やんな。ちゃんと順当に行くよな、これ。あれ、引きつけなあかんのかな。こうやって引きつけて破壊してもらうんやわ。こうやって破壊して、そう、そうするとあそこのフラワー取れるでしょ。ドルフィンキック、ここ開けてくれ。オープンよろしく。オープンナイス。で、一回待ってからドルフィンキックで一生で回収しよう。こっちもなんか出たな。これなんや。あんま関係なさそうやな。危ない。で、次この上や。この上から行っといて、よっしゃ、あと一個いきます。ドルフィンキックで一気に加速。あとはここやね。お花ぷかぷか浮いてるところを開けてほしい。来てくれ、ちょうちゃんこの肩。来た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 。おお、すげえ。そんな移動できんねや。ザブンと行っちゃってよ。そう、なんか喋りそうやけどね。お魚、お魚でお花。来た。ワンダーシード行こう。ワンダーシード、オッケー、ユーゲットワンダーシード。びっくりした。あ、それびっくりするわいな。それだけか。で、これで、あ、土管から、あ、そういう出方すんねや。で、これでオッケーやんな。クリアすればゴールの人がワンダーシードもう一個くれると思うから。よし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 。あ、やだ、キレする、やめてやめてやめて、危ねえ。ここでやれるの嫌やで。で、これでワンダーシードですよね。この中身の人がくれるはず。来た来た来た、ありがとうな。そしたらここ開けてみよっか。はい、ワンダーシードでオープンいきましょう。はい、パックンどかして、なんか中間ボス戦みたいな感じ。横取りやって。横取りの海岸洞窟というステージですね。特に何もないか。最初はアイテムないから厳しいよな。何かアイテムを探しに行こう。お、甲羅の肩とかもんな。あれがあれやったっけ、横取りいうやつかもしれんね。あ、横取りや。でもあいつっぽいな。鳥の方やろ、横取りいうぐらいやから。はい、キヨコ、ありがとうございます。なんか言うて。あ、もうこれでいい感じにいくんや、このまま。はいはい、グッドでゲットして。あ、でも、あの、おっちゃんよう喋ってほしいのよな。海の水ってどんな味。海の水か。どんな味言われますよね。あんま、しょっぱいような感じですよね。一回俺、あの、修学旅行でいたことあるんですけどね。海に。しょっぱい感じでしたね。なんか、あの、目が痒くて仕方ねえな、みたいな。なんかその、海の水って塩を含んでるから目に入ったらもうね、目開けてられへんぐらいやったわっていうのは覚えてますね。だからゴーグル必須っていう。生身で泳いだらもう目開けてられへんっていう。ほい、魚
さあ裏はですね、ジャミングメンバーからどこ行こうかな。どっかになんか隠し要素みたいなのあるんかな。ドルフィンこの下とか怪しいけど、ゲームオーバーになるならへんねや。ちゃんといけるんやね。あ、そういうこと。もうなんかありそうじゃない。なんもないやん。じゃあ行けなくていいやん。なんかあるや思うやんな。こことかも入ってみようかな。せーの。いやこれ入られへんっぽいな。ちょっとギミック的に難しいもんな。ってなるとこれ下勝ち割っていこうか。10コインゲットし、横取り。あ、横取りにコイン取られた。あ、でも逆にありがたいみたいなとこあるか。3枚目の10コインやったみたい。おう、なんかできない。あ、危ないもんな。そうやんな。行ってみようか。なに、逆らってみるが、お花の方行ってもうたな。危ないやって、危ない、ほんまや、危ない。で、上行っといて。特にでも何もないのな。なんでなの。なんかワンダーシード的な要素あると思うんだけど、あそこ怪しいな。怪しくない。あのパワーブロック発動させたいねんけど、できないね。で、これでこれでゴールか。おかしいな。どっかあれやな、すっぽかしてる。あ、入れた。おお、すげえ。下に入ったらここの10個に取れましたね。なるほど、見つかっちゃった。そうやね、見つけましたよ。で、これで戻っていって、どっかにね、ワンダーシードがあるはずやからな。それを探したいね。どこで取り損ねたんやろ。フラワー取っていって、どこか、なんか下の方かな、上の方かな。ここ入るとか。基本土管狙ってみるか、ワンダーシード狙いで。えい。あ、入れないね。下も何もなさそうやろ。で、このまま間で勝ち割っていくが、なんか喋るかな。あ、海と水ってどんな味か。オッケーオッケー。まあ土管とかちょっとくまなく探してみるわ。ドルフィンキックとかで。ここはどうやろう、ね、特に入れない。で、ここに入るとどんなんだっけ。はい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 。で、ここでも何もなかったよな。なんで何もなかったやろ。何もないなんておかしいよな。もっと下になんかあったんじゃない。何もないね。あれかな、このお花かな。お花集めるとか。あ、あ、コインもらえたわ。シャキーンやって。これでコインコンプリートやわ。ただ、あの、ワンダーシードではないですからね。はい、中間取っていきましょう。どのあたりやろうね。このあたりがなんか怪しいか。なんもないね。やっぱこの下怪しいな。俺こっち行ってみるわ。ここの下がなんか取り逃してる可能性ある。でもここ何もなかったんやな。ないよな。ない。ってことでここではなさそうやね、ワンダーシードは。ほんなら、あと探索しないとこは、まあ、この中とかでも入られへんやろ、まあ、これとかじゃついていってみるか。これが誘導してくれるかもしれん。あ、そのための道、これについていくんや。これが通るための道やったんや。で、なんかしてくれる。あ、うわー、そういうことか。うわー、しかも急になんか動き始めたぞ。何、怖い怖い怖い。あ、これ光あれ、光、この光怪しくね。あ、コインだけで、これでどっかになんか、あ、でも今水中じゃなくなってる、これ。あ、上と下が水中逆になってんねんけど、上が水中で下が地上や。あ、この上怪しい。痛い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 。あ、これ使った方がいい。使っていく。すごい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 、楽しい。あったー、やったー、よっしゃー、 You get the wonder seed。 来たー。しかも虹綺麗すぎやろ。すごっ、めちゃめちゃいいな、このゲーム。ワンダーモードが楽しすぎる。よし、これで OK やね。ゴリン。そうしましたら、ここやね、バッチの屋さんおるね、バッチ屋さん。商品は何でしょうか。何の商品あんのやろ。びっくりブロック出現。ワンダーシードか、パネルくじ。パネルくじって何なんやろな。一回買ってみよっか。何これ。あ、くじ引き。マリオの決めポーズをゲットしていか。
コイン集めるみたいなのあんねんな。へえ、で、キャップキノコとかもそのコインで交換なんや。面白いな。ここ行ってみようか。吹き矢を登って吹き矢の巣。吹き矢を登って何これ。あー、すごっ。すごすぎへん。あのファイヤー気になるから取ってみようか。で、これで取っといて、吹き矢がなんか足場になるってことやんの。これかぶれるとか。あ、かぶられへんねん。なんじゃこれ。普通の攻撃する甲羅かよ。で、あ、なにこれ、アイスフラワー。何マリオ、バブルマリオや。すげえ。あ、これでさ、吹き矢に対してやってみようや。吹き矢バブル食らってくれ、ちょっと。あ、コインに変わんねん。あ、あそこにコインあるやん。これ取ろうぜ。エクセレント。お、吹き矢もまた出してる。あ、なんか喋って。そうなんや。動けないだけか。助けてあげたいとこやな。これは何やろね。ヒゲおじさんいうことかな。ほい。あ、これで開けてみようや。ほい。あ、なんか出たぞ。コインのみ。吹き矢これあれやな。逆にその生かした方がいいね。吹き矢倒しちゃったらすまれへんやけど。ゴリ押しで、ゴリ押しストッパー行こう。これちょっとデコボコ怪しいけどね。で、これはかぶられへんのな。かぶるかと思ったんやけど。はい、ほい。このコインを全部取れば OK。 吹き矢かわしていく。ほい、コイン、よし、グッド。面白いな、この吹き矢のギミック。これなんかちょっと怖いな。上なんかありそうじゃない。こっち、こっちなんか隠しロックちゃう。そうやんな。じゃないとコース成り立たへんよな。びっくりした。びっくりしたやろ。来たやろ、びっくりしたやろ。こっちあると思ったわ。10コイン OK。 10コインのみやったね。ワンダーシードとかではないと。あー、いらっしゃい。 OK。 中間からバブルワニ。あ、大丈夫か。刺さってしまった。危ないというか渡ってるけどな。ほい、ファイヤー。これを回収して、吹き矢うまいこと使いたいか。どっかにワンダーシードが必ず存在するはずやから。ほい。あ、バブルなんか乗ったりできんねや、これ。自分のバブル足場できる、すごっ。ほい、吹き矢これむずいぞ。吹き矢頼むわ。ナイス吹き矢。吹き矢使っていって、あいつなんか喋りそう。特にな、爽やかな香りなんや、このバブルっていうのは。ありがとうございます。で、これがコイン。あ、すごい、出た。え、なに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 。なにこれ。はい、楽しい。この色が良すぎひん。めっちゃカラフルやん。なんか言って。あ、くそ、おっちゃん喋らせたかったのにな。あ、ほうだけ。あ、ほうへいへいだけやわ。それやったらまあええわ。じゃあ、ユーゲットワンダーシードです。あ、これで終わりなんや。で、ここがゴール。空気が綺麗になったか。じゃあ汚かったか。ほい。さあ、これで降臨です。やったー、ワンダフォー。ありがとうございます。ここ行こうか。5個払って、ワンダーシードここで開けてもらおう。オープン。で、これ5個払ってるわけじゃないもんな。5個持ってたらいけるってわけやもんな。ここ減ったわけじゃないから、もっくもく鉱山行こうか、ほんなら。うわ、なにこれ ?14 個。ははは、いい眺めだ。独り占めして正解だったな、やって。うわーっと。すごいすごいすごい。もっくもく鉱山や。世界観がすごいな。楽しいな、なんか。グランドシードが頂上にあると。厳しいな、これ。すごいな、ほんまやな。厳しい道のりになるで。結構長そうやもんね。もっくもく鉱山、ふもとの山小屋行ってきましょうか。さあ、何言うてくれるかな。寒かった。ようこそ、王子様。ここは登山好きやつと、憩いの山、もっくもく鉱山。悪者が居座って登れなくなっちゃった。おじずりしますから山登りしてくるさ。くれんねや。ありがとうな。クッパジュニアの仕業に違いありませんとか言って、どんなんやねん。かわいそうやろ、そんな。勝手に決めつけられてるやん、もう。そうしたら左行きましょうか。ここやね。
氷つるつるずんどこの谷行こう。氷つるつるずんどこの谷ですって。なんやろね、この上とかなんかあるのかな。あ、なんかあるわ。隠しブロックでこの上登れるとかじゃん。特になんもないね。ほんであれがずんどこいうやつなんかな、この。うわーすげえ、面白。キックしてくんな。あ、なんか言うてや。氷はどこから。そうやんな、どっから来てんのや。元をたどろう。なにこれ。あ、このなんかクッパのシステムから無限に生成されるんや。こことか怪しいけどね、ここ。あ、これ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 。なにこれ。あー、10コイン出た。面白い。あ、すげえ、ちぎれた。勝手にちぎっていいんか、その、もの。めっちゃおもろいね。氷溶かせるか。あ、溶かせるんや。これ氷溶かしてさ、コラボちゃってたらいいんじゃない。あ、あの1枚のみ。意外と厳しい。で、これは、あれ、上行きたかったんじゃない。あの上行きたいよな。もう行けないか。あ、なんか出た。足は、氷、これか。あ、コイン、紫コインのみか。入ってみよう。黄色土管の正体は一体、ファイヤーか。ファイヤー欲しい気持ちはあるけどな。何言うやろな。ファイヤー取っとくか。あ、でも今の氷が大事かもな。もう一回ちょっとやってくれへん。もう一回やってくれ。あ、売り切れ？あの氷に乗っていかないとさ、10コイン取れへんとかやろ。それ勘弁して。もう一回やりたいね。そうだね、もう一回やりたいね。あ、なんか、うわ、向こう側か。これはもう一回やりたいなって感じだったな。しょうがないね。一旦戻ってみよっかな。ここにいれば安全。そうやな、一旦もう一回戻ってみよう。そうだ、できるかも。あかんの、ポツンポツンな。やり直し聞かへんタイプなんや。面白いな。しかもポツンというセリフまで用意してるもんな。オッケーオッケー。まあ10コインはね、そんな別に求めてないから。ワンダーシードはやっぱちゃんと取るってことが大事なんで。ほい、レッツゴー。レッツゴー。あ、なんか乗っていけってことやな。わかった。キック。この上の方にワンダーシードありそうじゃない。ふっ。あ、逆なんや。くー、下のタイプ。氷もけて出せるか。あ、出せるか。サンキュー。ってことはどうやって行ったんや。このまま乗ってたらいいんか。乗っといて、ここやな、こうやな。よし、で、エクセレント。素晴らしい。素晴らしい、ありがとうな。ファイヤーもう補充満タンやもんな。ほい。あ、ちょっと紫コインに変わると。で、ワンダーシーディングがどっかにあると思うんだな。あ、結構。キックされちゃった。これで行かれへんか。あの上行けず。斜め土管はどう？斜め？入れない。あ、ここちゃうか。よし、これでワンダーシードや。ワンダーシードチャレンジ、ワンダータイム。どんなんが起こるか。何これ、足場がなんか動いてる。危ない危ない。おお、すごいすごいすごい。おお、雪だるまや。おお、大きな。ほんならどっかにワンダーシードが出るはずやから、それに注意。あ、これ割るとか。割っても関係ないな。いや、まだゴールしたらあかんやろこれ。いいよ。なんか言うて。何も言わへんのか、おっちゃん。あなたが頼りやのに。うわーかよ。誰でも言えるわ、そんな。溶かしていこう。一回ゴール破壊してるからな。通常ゴール破壊してるから、この先でワンダーシード取れれば、次通常ゴール取れればあれちゃう。ワンダーシードコンプリートちゃうか。これゴール埋まってんねんけど大丈夫か。ふっ、ゲットー。で、裏ゴール判定なのかな。裏ゴール判定やね。オッケー。そしたらもう一回来ましたんで、ここの10コインと、あとは通常ゴールやね。それすれば10コインとワンダーシード両方クリアになるから、それ狙うわ。どうすればよかったんだろうね。この先にさ、これどうやって行こうって言ったら、どうやったらいけんのこれ。一回やりたいね。ここさ、10コイン取りたかったんやけど、取れへんよな。あれ、これ違うのかな。そして通常ゴールですね。オッケー。ちょっと一息、ずんどこの千本シュートを行きましょう。
ずんどこの千本シュートやって、どこや、あ、これか、ちょっと一息、どういうこと、うわぁ、なにこれ、倒してよかったんか、あ、倒してよかったんや、あ、これでオッケーなんや、千本とか言って全然シュートせんかったんや。ヘビムシの雪山登山道行きましょうか。ヘビムシの雪山登山道、すごヘビムシや、あ、あの点々のとこ進むんやね、ワクワクするね、雪、雪ってことか、これが、あ、ゾウマリオか、ほんでヘビムシ働きそう、そうそうか、来た来た、ほい、どうだ、どっか10コインは見つけたが、あれ取れるか、アイテム補充しようか、あ、10コインあるやん、10コイン1枚目ゾウさん取っといて、下の方のあの袋を叩き落として下の方10コイン取りに行こうか、勝ち割りでいくわ、ゾウの勝ち割りで、オッケー、2枚目取っていく、スムーズやね、3枚目とワンダーシードを探したいところ、ほい、どこやろうね、この辺りをゾウ出た、あ、ここちょっと勝ち割りたいな、お、やってくれた、ありがとう、ボクサーが勝ち割ってくれた、これ怪しくない、あの奥に普通に置いてあるな、これはなんか、あ、あいつやな、あいつが、あ、来た、すごい、いやー、生ぐらいしたけど、開けてくれたらもうそれでいいや、ワンダーシードチャレンジ、あ、すごい、で、これは何これ、あ、パウで割っていけってこと、でもゾウで割った方がなんか良さそうやもんな、上に10コインあるわ、10コインあるけど取れないか、取れろ、あ、雪が積もるんや、すげえ、雪積もったらあれ取れるようになるやん、全然あの積もってほしいとこに積もらへんねんけど、なんじゃそれ、いけ、10コイン取っていく、ほい、ワンダータイムのはずやから、あった、ワンダーシードあった、あの上やね、ほい、どうやってあの上行こうかな、壁キックからここから行けるか、はい、ゲット、オッケー、ユーゲットワンダーシード、ありがとうございます、で、あとはゴールすればワンダーシード1個ゲットやから、コンプかな、ほい、これ何、おっちゃんか、ほい、降臨です、ワンダフォー、バッチチャレンジやろうか、壁登りジャンプ、バッチチャレンジ、壁登りジャンプ、壁にくっついて B を押すと一度だけ上にジャンプする、どういうこと、あー、そうなんや、壁キックだけじゃなくてってことか、なんかもう一回登れるみたいなイメージか、こういうことか、で、壁キックを使ってってことだよね、一回上にジャンプと壁キックを使うんや、こうやな、で、10コイン取りながら、おお、ドラッドッドッド、おい、で、あ、一回飛べるんか、それがなんか違和感というかね、一回真上に飛べるってことだから、こうやって真上に飛べちゃう、ほい、真上に飛ぼう、面白いチャレンジやな、ありがとう、そっち行くわ、届くかな、よーし、こっちだ、届いていく、ほい、せーの、結構これ難しくて面白いな、ほらほらほら、マリオがもう落ちそうだってなっても、いけ、おい、深呼吸しようか、で、これも壁ってこと、あ、縦になるんや、左から攻めるか、あ、そういう感じ、左からか右からかみたいな、あ、じゃあ俺右から行きたいかも、これだってそっちに回ってんもん、ね、こっち回りやから、こうやって行った方がよくて、で、一旦待って、こっちに移行かけて行こう、で、今度こう、耐えろ、 OK、こうこらえて、いや、難しい難しい、危ない危ない危ない、おーい、面白いなこれ、え、結構むずいねこれやばい、危ない危ない危ない、おお、すげえ、こっちやったな、確か回転、うわー、次決める、いけいけ、よしか、むずっ、え、こんなん難しすぎん、いけ、よし、いけたー、すげえコースやな、ありがとう、で、これもこういうことか、はい、ゴールイン、ワンダホー、すごっ、ハテナ行きましょうか、謎だらけの秘密やって、みんなの広場、広場に隠されたファイヤーを見つけよう、え、あ、いらっしゃい、こんにちは、どっかにあるってこと、広場、あ、なんかよし入れたぞ、ん、あ、なんか背景にさ、あるよな、この裏行けるんじゃん、これから今
がここにあったで。ほら。ほんで、次、こっちか。え？今ので3枚目ってこと？こっち逃してるな。なにこれ？ん？この上になんかあるとかではなくて。あ、いらっしゃい。あ、なんか反対行ったぞ。いや、出るだけかい！あ、なんか出たわ。あ、なんか出たぞ。ほい。いきなりなんか出てくれましたんで。で、今度向こうか。あれが3枚目やから、2枚目が手前のやつか。そこに見えてんのが2枚目いうことやな、多分。ほい。あれどうやったろ。あの上の方やもんね。ちょっと取れないか。さあ、この下行けたね。あった。で、これで3枚しか取れへんかったわ。上まで行けんのかな？あとどこ、どうやったろ？あ、なんか、うわぁ！そういうことか。隠しブロック、あと1枚やな。どっかありましたっけ？どこや？どっかの土管か？コインがあるとこ怪しいか。この辺とか怪しい。あと1枚どこだ？動かせんねんけど、どこを動かしてなんかなんのかな。この辺になんかある。あった。うわ、それわからへんで。で、これでワンダシードか。なんじゃこのみんなの広場、結構むずいな。なんかこれあれやんな、キャラクターごとに見えるってことやんな。ポッテン使ったらこれが見えるってことやんな。全然何も見えへんかったもんな、周り。ほい、オッケー。